陸軍大臣はかつて存在したイギリスの閣僚職。フランス革命戦争中の1794年に陸軍省を統括する役職として創設され、1801年には植民地の軍事面の統括を強める観点から植民地大臣と統合されて陸軍、植民地大臣に改組された。それ以前に陸軍省を統括していた陸軍卿から権限を奪っていき、 国政上重要なのは陸軍大臣の方となった。19世紀中期のクリミア戦争で陸軍の非効率性が浮き彫りとなったことで陸軍植民地省改革の動きが強まり、1854年には植民地省が陸軍省から切り離され、改めて陸軍大臣と植民地大臣が設置された。1855年には陸軍京都陸軍大臣は、 同じ人物が務めることになり、1863年には陸軍教職は廃止された。1868年から1874年にかけて陸軍大臣を務めたエドワード・カードウェルのもと陸軍行政は陸軍省が統括することになり、能率化が図られたが、軍令については引き続き陸軍総司令官が掌握。陸軍総司令官には、 王族の就任が多かったのでその改革は長く進まなかった。しかし1895年に多年にわたって陸軍総司令官として君臨し改革を阻み続けたケンブリッジ公ジョージが辞職したことで陸軍総司令官職の権限の制限が行われた。この際に陸軍大臣の下には軍政一般の助言を行う軍務評議会が設けられ、 陸軍総司令官の下には、軍令の助言を行う、陸軍局が設けられた。1904年に、軍務評議会と陸軍局が合併されて、陸軍本部となり、陸軍大臣の下に置かれた。また陸軍総司令官職は、参謀本部総長に改組された。1964年に、軍機構の大改革があり、陸海空軍を統合する、国防省が新設され、 陸軍大臣も陸軍省も陸軍本部も廃止となった。旧陸軍省は国防省の陸軍部となり現在に至っている。所属性党保育党、トーリー党保守党ピール派自由党、自由統一党挙国派自由党、アイルランド統一主義者、同盟労働党挙国派労働機構1801年から1854年まで植民地大臣と統合されて陸軍、 植民地大臣1854年に陸軍大臣と植民地大臣が再分離。ありがとうございます。